ガムテープガムテープは粘着テープの種類。本来、クラフト紙の片面に水溶性の糊を塗り、乾燥させた上で細長い帯状にしたものであるが、現在では梱包用の粘着テープに対して広くこの故障が使われる。ガムテとも略称される。ガムテープはトーマス・エジソンが発明した。日本では1923年にアメリカから製造機械と原料が輸入されて製造が、 始まっている。剥離のための表面処理を施す必要がないため、表面はクラフト紙のままで、ざらついているのが特徴。使用する際には、歳出糊が塗られた面に水をつけ、糊を再活性化した上で重布する。使用時に必ず水を要するため、大抵は専用のガムテープディスペンサーを使用する。段ボール箱の空間、梱包のほか伝票類のばり。 電球類の包装に多く使われている。水溶性の糊を使用し、薄離剤や合成樹脂系接着剤などの非水溶性樹脂を使っていないので、調布使用後、再生紙としてリサイクルする際に剥がす必要がない。また、表面に薄離剤がないので、ガムテープを重ねて貼ったり、他の粘着テープ類を重ねて貼ることもできる。ガファーテープ現在では、使用時に水を必要としない。 梱包用テープが大部分であり、これらも一般にはガムテープと呼ばれる。いくつかのメーカーはこれを誤りとしている。ただし、ガムテープは商標登録されていないため、幅広の粘着テープの総称として、ガムテープという言葉を用いることに法的な問題はない。正式には機材の種類により一家のように分類される。アメリカでは、 ガムテープ以上の強度と粘着力を有し本来は配管工事に用いられるダクトテープが一般的である。ありがとうございます。